こんにちこんにちは。は。7月6日1時になりました。インスタライブを始めさせていただきます。お店スタッフの山崎です。そして、ゆうさん。ヒーリングサロンソンネのゆうです。よろしくお願いしよろましくお願いしす。まはい、す。お願いします。今日はですね、ゆうさんと一緒に、皆さん、お家でできるセルフマッサージについて、ちょっとご紹介したいなと思ってライブ始めさせていただいております。前回ね、ゆうさんと一緒に、季節におすすめのツボとかをね、教えていただいて、ライブしたんですけれども、すごい好評で、そう。嬉しい。すごいありが楽としうごかっざたいのます。で、またね、やりたいなっていう話で、また季節変わって夏になったので夏になね、りましたね。そう、夏に効く、ツボ。今日も3つご用意しておりますの3つで、も。楽おし楽みしね。みに。で、マッサージの時、セルフマッサージするときにオイルあるとね、すごくお肌に負担もかからず、気持ちもリラックスして、マッサージできるので、今日はこのね、シエスタの定番のボディオイル使いながら、マッサージを教えてもらいたいと思いますね。で、まず、一応、軽くご説明させていただきます。これ、シエスタのオリジナルの、定番の、ボディオイルですね。マンダリー&ラベンダーっていうオイルになってますね。で、このオイル、ホホバオイルとセサミオイル配合されていて、しっとりするんですけれども、肌なじみがすごくいいので、サラーっとして使いやすいオイルになってます。で、香りもマンダリンっていう柑橘とラベンダーが配合されているので、すごくなんか気持ちもね、使うとリラックスして、ボディオイル、体もいいし、髪とかにもね、すごく良いオイルになるので、全身に使っていただくとすごくいいオイルです。じゃあ今日はこれを使いながら、この季節にぴったりのでツボ。は、いきます。わでは、今日は使いすぎないようにいきますね。どれぐらい量あったら、1プッシュ半から2プッシュ。1プッシュ半から2プッシュ。1それぐらいで。プッシュ半にしてみました。それをまず、温めま温す。めますね。手のひらで温めてから、伸ばしていき全ま体す。的に。ちょうどいいですね。良い感ちょうどじ。いい。いいこの感間、じつでけす。すぎてしまって、本当に申し訳ありませんでした。いいですね。全体的に伸ばしてから、マッサージ始める、ツボ押し始めるっていう感じで良いですかね。肘のあたりまで。そう。カサカサするんでしょう、この辺。夏もね。夏ね、半袖とかなので、この辺とかも塗るそうでとすいいと思ね。いケまアしす。たいですもんね。で、この状態で。では、一つ目のツボ。手のひらの、親指と人手の差ひらっし、てこれどっちのでもいいんですか？両方ともなんです。両方ともですね。じゃあ私こっち結で局やる。両方ともやった方が、バランスでいいので。わかりました。じゃあ私こっで、ちでやる。親指と人差し指の、なんていうんですか、骨の、骨の、部位の骨ありますよね。ここの、際。際。たどり着くとこの際。ここかな？そうです、そうです。ここが、中華という、中な、は華？い、中華、あの、注意する夏と書いて、中華って言うんですけど、夏、そうなんです。中華。夏バテの、ズバリぴっ夏バたテの、り。ツボになります。夏バテのツぴったボ。り、そう。ここは、夏バテで体がだるくなったりとか、食欲がなくなって、冷たいものばっかり飲むそうとなんか、ですよ。そういう方に、すごいいいし、予防にもなるので、そうなん毎だ。年夏バテになるっていう方とかは、もう今から押してほしいツボになります。私ね、夏になるとね、ちょっと痩せるんですよね。食欲なくなって。そんすなつごもりないんいだけいいと思ど。います、ここ。じゃあここ今からやっとけもうばいいで今すからね。押してほしいです。で、二つ目のツボ先にご紹介するんですけど、この真裏の、真裏。
広告という、広告ここ万能ツボなのでご存知の方多いと思うんですけど、はい。あの、ここね、キワ。キワの骨のね、ここですね。はい。このキワ。ここの合谷は、うん、万能壺でいろいろ効能があるんですけど、うんうん、あの、今の時期だと冷房によって体がすごく冷えて、うん、首こり、肩こり、頭痛とかする方に、すごい、あの、効く壺なので、あの、このね、先ほどの中華と一緒に押していただくと、はい、一緒でいいんですか？もうダブルの効果が発揮されて、一緒でいいんです。押しやすいですよね。そう。真裏だから。そう。してね、裏なので、うん、裏合谷とも呼ばれてるんですよ、ここ。そうなんだ。はい、中華がね。へー。なので、あの、ここを二つ一緒に押していただきたいんですけど、一緒にはい、押し方が、そうですよ。あね、こういう風に押す人多いんですよ。うん。こうやって押す人。うんうん。押しやすいですもんね。そう、でもね、これだと、うん、あの、実は、すごい入れないと、ツボに入らないんですよね。あ、そうなんだ。そう。なので、うん、あの疲れて余計肩こるので、それはダメだ。そう、押し方の、はい、こう、コツとしては、はい、こっち側からこう押す、なんていうか、手首と手首を合わせるような形で、はぁ、そう、そうそう。こうではなく、あー、なるほどね。そう、押すの。ああ。親指と中指で、ちょっとの力でサクッと入れませんか、はい、入るかも。うん。そう。本当だ。そう。不思議。そうなんです。あ、なるほど、ね。これコツ、コツですね。ええー、すごい。はい。ここ、本当に。どういう風に、うん、何、その、押す、はい、強さ、なんか急にギューって押していいんですか、うんうん、うん。あの、これ前も、あの、呼吸をしながらっていう感じで、あの、言ってたんですけど、はい、うんと、1,2,3,4,5 で、ゆっくり5秒かけて話すっていう感じの押し方です。あ、思い出してきました。はい、はい。吐きながら、1,2,3,4,5で、ゆっくり5秒かけて話す。ゆっくり話すってね、なかなか、しないけど、そうですね。それが大事なんですね。はい。1,2,3,4,5ゆっくり。はい。じわーって。あ、ぶわーってなってくる。ぶわーっていうのがいいです。はい。それを何回ぐらいやったらいいですか？そう、5回ぐらいかな。うんうんうん、1回につき、うんうん、5回。やるといいです。わ、うん、かります。はい。で、3つ目。あ、三つ目。いきますね。はい。この肘の、肘の、はい、内側。内側内側。あ、外側ではなく内側ね。え、こっち、うん、こっち内側の、そう、ここの真ん中、真ん中なんですけど。真ん中、はい。あの、こうやって曲げると、太い腱があるんです。ありますね。はい、この太い腱の、ちょっと小指側にずれた、あ、こう。そう。親指側ではなく、小指側にずれたくぼみ。ああ、はい。剣の小指側にずれたくぼみ。はい。ここが、極託という。極託。はい。動悸息切れのツボになるんですけど、あ、ここは、心臓にこう関係のあるツボで、へえ。あの、夏、こう夏バテで、うんうん、あの、こう体温も上がって、呼吸が、こう、はい、浅くなったり、心拍数が上がったり乱れたりっていう時に用いる、なるね、はい、ツボなんですけど、精神を安定させるツボでもあるんですね。心臓のツボなので。そう、なので、夜、あの、これから暑くなって寝苦しくなってくるじゃないですか。はい、もうそろそろなってきましたよ、ね。いやー、なってきてますよ、はい。その時に、あの、体は疲れてるのに、うん、もうすぐ目が覚めてしまうとか、あの、暑くて、うんうんうん、あの、眠りが浅いっていう方を、うんうん、あの、すごい、眠り深くするツボ。え、すごい。なので、夜寝る前にも、ここすごいおすすめのツボ。わー、すごい。ここも、あの、本当に5回ぐらい押していただくと。さっきみたいな押し方で、呼吸しながら押していく。はい、ここはもうより、あの、ゆっくり、こう、リラックスしながら、押してください。1,2,3,4,5で、ゆっくり離す。これね、うん、手ピーンってしてるより、ちょっとこう、うん、なんて言うんですか、うんうん、ちょっとこう、緩める感じの方がいいんですか、はい、その方がいいです。ああ、わかりました。
で、以前にもお話しさせていただいたんですけど、ツボを見つけたら、うん、どんな形でもいいんですけど、はい、力が入ってない感じで。ああ、そういうテーブルの上とかに置いたり、はい、ここだと、うん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 。そういう感じの方がいいです。ああ、なるほどね。はい。ちょっと痛いんですけど。痛いですね。痛いもんなんですか？うん、割と。うん。はい。そのままグーって、ちょっと痛気持ちいいみたいな感じで、はい。押し、続けていい、うんうん、本当に、痛くしちゃダメですね。うんうんうん、逆効果になるので、うんうんうん、もう若干ちょっと痛いなっていうぐらい。はあ、はい。気持ちいい感じですね。気持ちいいのがベストです。うん、で、ゆっくり話す。うん、深呼吸を忘れず。はい。話す。っていう感じです。はい、なんかこの、深呼吸した時にまたこの香りがね、うん、するから、うん、すごいいいですね。いいですよね。よりリラックスする感じ。リラックスする。やっぱり季節の変わり目じゃなくても、うんうんうん、女性は特に自律神経やっぱり乱れやすくって、うん、そう、暑い、こう、夏なのに、室内は寒いじゃないですか。本当に。そう、なので。簡単やられちゃうんですよ。やられますよね。やられます。辛いです。まあ男性でもね、そういう弱い方も、うん、もちろんいらっしゃるんですけど、女性はもう本当に多くて、うんうんうん、だからこう、以前にもお伝えした自律神経のツボとか、はい、そういうのもこう合わせてやっていただけると。ああ、じゃあ今まで前のね、アーカイブとかもね、うん、見ていただいて、ちょっとね、はい、自律神経乱れがちだなって人はね、はい、やっていただけるといいでしょうね。今日のツボを押した後に、うんうん、こう前回のツボを押したりとか、はい、だんだん覚えていくので、そしたら。はい。そうですね。はい、ぜひやって。見てください。ああ、なんか、札幌も、はい、昨日とか、うん、もうすごい暑くね、急に。昨日何度あったんですか？昨日は、最高。何度あったんだろう、うん、あったのかな？でもかなり、ね、暑くて、ね、でも雨降ってきて、ね。だからそう、湿度が、そうなんですよね。すごいあって、はい、北海道の人って湿度結構、ね、あんまり経験がないので、苦手なんですよね。うん、でも、すっかり湿度高くなっちゃいましたよね。そうなんですね。ね、さっぱりとした暑さじゃなくなってきちゃった感じ。そうね。うん、なんか自律神経乱れやすいっていうのは、うん、なんか結構わかる気がする。うんうん、ね、うん。なんか前よりも多分、うん、いや、10年ぐらい前ですかね。そうですね。それぐらいからだんだんこう、さっぱりした、うんうんうん、なんかカラッとした暑さじゃなくなってきたんで、うんうんうん、自律神経もやっぱり関係してるかなと思います。なんか皆さんね、うん、ぜひ、なんか、気がついた時でもいいんですかね、うん、そう、ね、そう、これね、と、即効性がないので、うんうんうん、やっぱりこう、癖みたいにしていただく方がいくて、はい、お仕事中とかもそうなんですけど、夜寝る前にこのオイルとかね、はい、美容効果でこう塗っていただくついでに、うんはい、もう、癖のようにやっていただくと、うんすごいいいかなと思うんですよ ね。一番いいと思います、それが。ゆうさん癖になってますよね。癖になってるかも。うん。なんか気づいたら、うん、そう。見てたら押してるって。うん、しかもね、私ね、うんはい、夏バテになったことないんですよ。そう。すごい。そう。しかもほら、よく食べるんですけど、スイカとかもすっごい食べるから、今年も3玉とか食べたんですね。もう、私まだ食べてんな。あら、すごい。ないですか。そう。スイカすごいいいんですよ、夏場。スイカいいんだ。うん。すごい。好き。すごく一番いいので。え？そうなんですね。スイカ、夏バテに。あ、そうなんだ。そう。あと香味野菜とかね。ああ、そうですね。ミョウガとか、いい積極的に摂るようにすると、うんうん、いいかなと思います。うん、そうめんとか冷麦とかばっかり食べる方いるんですけど。私かもしれない。うん。そういう時、ミョウガとか、ネギとか。ああ、そうか。いっぱい入れて、そうなんだ。梅干しとかね。あ、梅干しね。そうそう、いっぱい入れて、うん、食べる。ああ。そう。そう、食べるの大事ですから。いや、そうですね。多分食べてるからなったことないと思うんですけど、食欲なくなって、ね、なるじゃないですか。そうだ、ね、なので、やっぱり皆さんよく食べて、つぼ押しは本当にね、ついでに。はい、でもすごい。スイカもいいっていうのを私知らなかったので。スイカ一番ですよ、夏。一番なんだ。桃とか、ブルーベリーとか、うん、ベリー系とかもいいんですけど、うんうんうん、スイカ
いいです、一番。ナンバーワン。今ね、どんどんなんか出てきて、美味しくなってきてるから、うんうん、ぜひね。ぜひ。スイカ。スイカいっぱい食べて。わあ、うん。いいと思う。はい。寝る前に食べるとちょっとね、トイレ。トイレね。トイレに。ほぼ水分なんだよね。行きたくなっちゃうから、ほんとお昼とか。うん、そうですね。はい、いや、あの、ご飯とか、はい、食べるものも気をつけつつ、はい、つぼ押しで、はい、夏バテ防止していただければなと、はいはい、思います。思います。今日はね、三つツボを教えていただいて、はい、あの、実は明日も、はい、ゆうさんと一緒に、うん、ツボ、はいはい、この季節におすすめのツボね、はい、教えていただく予定なので、はい、また明日も見ていただければなと思います。はい。はーい。はい、それでは今日はありがとうございます、はい。はい、ありがとうございます。皆さんもご視聴くださりありがとうございます。はい、ありがとうございます。さよなら。はーい。